はい、どうも皆さんこんにちは、ケイスケです。今回はですね、私ケイスケ最近ゴーレムラッシュにハマっておりまして、といってもですね、先日動画にいたしましたね、果たしてゴーレム何体出せるのか無駄に挑戦してみたっていう動画載せたんですけども、あの時はですね、最高3体ですね、3体まで出すことができたんですけども、まあ4体目はですね、できなかったんですけども、その後ですね、何回か練習いたしまして、一応ですね、3体までは、安定して出せるようになりました。で、4体目まではですね、やっぱりね、難しい。4体はね、本当に難しくて、3体が限界かなといった感想なんですけども、一応ですね、3体までしっかりと出すことができるようになったので、まあゴーレムラッシュ、そちらのリップ3本ほど今日ね、見ていこうかなと思います。まず1本目のリプレイはですね、相手はペッカデッキですね、ペッカを主軸とした、あとミニペッカも入っているダブルペッカといった編成ですね、こちらのデッキに対して、こちらはゴーレムラッシュで攻め立てていきました。そうですね、やっぱり相手が重いコスト編成のデッキだとですね、結構ですね、こちらはエリポンラッシュからのゴーレムをたくさん出すといったデッキなので、結構流れ組み立てやすいです。相手がエリクサー貯めてる間に、こっちはエリクサーポンプをどんどん出していくことができるので、その流れ作りやすいんですけれども、自分が今使ってるこのデッキはですね、ザップホグとか比較的軽めのデッキに対してはですね、もうバンバン攻撃されてしまって、もうそれに対して防衛をどんどん、していかなきゃいけないので、エリクサーポンプなかなか立てられずにいて、で、ゴーレムもそんなに出せなくなって押し負けてしまうといった、流れになりやすいので、なのでですね、このデッキはですね、そこまでおすすめではないんですけれども、まあ、10デッキコスト編成に対しては、そこそこ戦えるかなといった印象でございます。まあ、といっても、私、ケイスケは全然上手くないっていうのもあるんですけども。というわけで、ちょっと前置きがすごい長くなってしまいましたが、見ていきましょう。こんな風にですね、相手バルキリーと、あとペッカですね。相性いいですよね。範囲攻撃のバルキリーとペッカ。この相性でですね、攻め立ててくるんですけども、こちらは細かいユニットで対処していきます。はい、対処していきまして、で、ペッカ2体目、今出てきました。もう怖いですよね。ちょっとですね、ここ焦ったんですけども、ヒヤッとしたんですけども、まあここはですね、細かいユニットと、あとポイズンで処理していきます。で、その間にですね、エリクサーポンプをどんどん立てていきます。はい、ただいま、エリクサーポンプが6個立ってますね。で、なので、ある程度立ってきたので、こちら、ゴーレムを左側から、はい、1体目投入していきました。そしてですね、ミラーでコピーしたゴーレムをさらにもう1体追加いたしまして、はい、ゴーレム2体目追加していきまして、で、右のタワーに関してはですね、ミニペッカとかまあそんなに怖くないので、細かいユニットたちで処理していきます。そしてこっからです。こっからゴーレムを3体目投入していきます。はい、投入していきまして、で、投入していったらですね、あとはポイズンをかけて相手の、ユニットを処理しつつ、で、あとはですね、公営ユニットでヤリゴブリンと、ネクロマンサーを投入していくといった感じになっております。はい、こんな風にゴーレム3体も入っていくとですね、結構もう一気に削っていくんですよね。そして4体目投入していきました。まあ4体目と言いましても、最初に出した1体がもうすでに溶けてしまっているので、まあ現状その場にいるゴーレムラッシュっていうのは3体までが限界なのかなといった感想でございます。それでは続いてのリプレイ見ていきましょう。続いての相手のデッキ編成は、ペッカウィズ的なデッキですね。アイスウィザードも入っております。羨ましいですね。自分まだ持ってないので本当にですね、アイスウィザードを早く当てて使ってみたいなと思っております。では見ていきましょう。はい、こんな風にですね、まずはですね、墓石を立てつつ相手の様子を伺って、で、スケルトンなどの細かいカードをどんどん切っていって、エリクサーポンプとか、あと鏡とかをどんどん手札に入れていきます。はい、こんな風に。で、相手がですね、ペッカ出しました。ペッカはコスト7なので、結構エリクサー使ったんだなと。なので、そんなにすぐに攻撃してこないんだろうなと思ったので、ミラーで複製したエリクサーポンプを立てていきます。はい、そして相手はですね、公営ユニットにアイスウィザード、さらにウィザード、そして、マスケット重視。もう高火力プラスのもう、アイスウィザードもいますので、もうたまんないですよね。なんですけども、ここはですね、ポイズンをかけつつ、細かいユニットで処理をしていきます。はい、こんな風に、処理していきまして、うまいことですね、この高火力ユニットたちを処理できたっていうのはですね、なかなか面白い発見だなと思いました。やっぱりポイズンで強いなって思いましたね。しっかりとですね、細かいユニットなどで、ターゲット取らせてあげて、で、しっかりとですね、ポイズンの範囲内に収めてあげるとですね、もうあんなに高火力のユニット、強力なカードたちがですね、結構ですね、簡単に処理できちゃうんだなと、勉強になりましたね。そしてですね、相手はバーバリアン出してきたので、こちらネクロマンサーと、アイスウィザードに対しては、墓石でターゲットを取りつつ処理といった感じですね。で、はい、こんな風にですね、どん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 、エリクサーポンプを立てていきます。
はい、どんどん。四つ目が今壊れたので、四つ目は新しく立て直しまして、で、しっかりとですね、エリクサーを供給していくと。で、相手がですね、スタンプでちょっと泣き顔を送ってきましたね。なんかちょっと申し訳ないかなと思いましたけれども、やっぱりですね、これもゲームですし、対戦なので、もう私、ケースキもですね、もうネタデッキ、ゴーレムをたくさん出したいんだと、負けるわけにはいかないなと思ったので、もう真剣に頑張っております。はい、こんな風にですね、エリクサーポンプ、ただいま6つ目、立てることができました。相手またですね、スタンプを送ってきたんですけれども、どんどんですね、ここからですね、私、ケイスケ、ここからは、エリクサーポンプをひたすら立て続けるゲームだと思って、集中してですね、もうたくさん立てております。2、4、6、7、はい、7個目を今立てることができまして、でもう十分だなと思ったので、ここからですね、セミに移っていきます。はい、こんな風にネクロマンサーを出していきまして、でこのネクロマンサーを、光栄ユニットにしようと思って、あ、すいません、出しました。ゴーレムを後ろから出しましたね。はい、ゴーレムを1体目後ろから出していきまして、で、どんどん進軍させていきます。で、その後ろからネクロマンサーを今出しましたね。はい、ネクロマンサー光栄ユニットとして出しまして、で、さらにですね、ゴーレム2体目は、はい、さっきのリプと同じように、はい、2体目追加いたしまして、ここからです。さらに3体目出るか出るか。はい、出ました。3体目のゴーレムを出して、で、ここからですね、さっきの1本目のリプレイと同じようにポイズンを落として、相手のユニットを処理して、ゴーレムを進軍させていくといった、プランになっております。はい、どんどん進軍していきます。もうゴーレムたちがアリーナタワーにもうつくとですね、ガンガン削って、ゴリゴリ削ってくれて、はい、こんな風に、左のタワーを落とすことができました。というわけで、2本目のリプレイ、こんな感じで勝つことができました。それでは3本目、ラストのリプレイ見ていきましょう。ラストのリプレイはですね、相手のデッキ、さっきのペッカ系のデッキとは違ってですね、ジャイアントとかホグライダーを混ぜた、あとはですね、マスケットジューシー、ベビードラゴンとか入れた結構バランスのいいデッキでございました。このデッキに対してどんな風に、勝ったのか、見ていこうかなと思います。はい、まずはですね、いつも通り、はい、いつも通り、エリクサーポンプを立てていきます。そしたらですね、相手ホグライダー出してきました。ホグライダー出してきたので、こちらは墓石でターゲットを取って、槍ゴブリンで処理といった感じでございます。で、このリプ見て思ったのが、ちょっと自分、エリクサーポンプ一気に2つ立てるのはやっぱり危ないですね。ちょっとこれは反省点ですね。ちょっとこの隙にですね、結構ホグライダーとかでやられてしまうといったこと結構あるので、ちょっとですね、これからは注意しようかなと思います。やっぱりですね、エリクサーをしっかり貯めてから、いろいろ行動を移していかないと、あんな風にですね、ホグライダーを急に出されたりとかして、エリクサーが足らなくて、対処できなくなるといった事態になってしまうので、ちょっとですね、このリープの反省は最初の冒頭の一気にエリクサーポンプを2つ立てたところはですね、ちょっと危なっかしかったかな、といった、はい、感想でございます。というわけで見ていきましょう、続きを。相手はですね、ちょっとよくわかんなかったのが、ここ、左のタワーですね、マスケット重視を単体で出してきたんですよね。ちょっとここわかんなかったので、墓石で、処理していきます。で、こんな風にですね、先ほども言っております、何回も言っておりますけれども、まあ、どんどんスケルトンとか、槍ゴブリンとか、どんどん細かいカードを切っていって、エリクサーポンプをどん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 、手札に入れていくといった感じですね。はい、こんな風に、エリクサーポンプがただいま4つ立っております。で、そしてですね、相手のベビードラゴンは槍ゴブリン、ネクロマンサーで処理とか、まあそんな感じで対応していきます。そうですね、基本的に細かいカードたちで処理しつつ、まあできればですね、ネクロマンサーとか、まあそこまで使いたくはないんですけども、まあよっぽど使わなければいけないっていう時にですね、ネクロマンサーなどで処理していきます。で、今、エリクサーポンプ、6つですね、6つ立っておりまして、こっから2倍タイム入ります。はい、2倍タイムに入りましたので、こっからですね、ゴーレムを出していきまして、まあ、目安としましては5、6個ぐらいエリクサーポンプ立っていればエリクサー的にはもう十分かなと、これラッシュするには結構十分かなと思うので、5、6個立った時点でゴーレムラッシュ始めていきます。はい、こんな風にエリクサーポンプを6個立てていきまして、で、手札にですね、ゴーレム2体目今、手札にあるので、はい、ゴーレム2体目を出していきまして、ポイズンを落としていきます。この勝ちパターンはもうお決まりですね。しっかりと、はい、ゴーレムたちが進軍していきます。はい、どんどんですね、進軍していって相手の右のタワーを削っていきます。そして3体目をこっから投入していきまして、はい、もうほとんどポイズン2発目もこれ、ここから落としていきます。はい、ポイズン2発目も落としまして、もうここまで来たら勝ち確ですね。もうゴーレム止めるために相手はですね、どんどんカードを使っていかなきゃいけないので、そんなにですね、カウンター的な攻撃は食らわなくて済みますので、結構ですね、ここまで持ってこれたらほとんど勝ち確でございます。はい、というわけで、なんとか勝つことができました。というわけで今回はですね、2回目のゴーレムラッシュをお送りしてみました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。